劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦の公開日が2024年2月16日に決定しました。ナイフを持つ翔陽と研磨が描かれたポスターと予告映像が解禁されましたね。ついにね、来ましたね、ゴミ捨て場の決戦。予告映像ではもう一回がない試合だ研磨っていう翔陽に対して、にんまりと不敵な笑みを浮かべる研磨が非常に印象的でした。第4期の最終話ではですね、そんなゴミ捨て場の決戦を目前に物語が幕を下ろすっていう展開になっていました。そしてエンディングのラストにはですね、カラスノとネコマの対峙シーンが描かれていましたので、映画ではゴミ捨て場の決戦が描かれるんだろうなとはまあ予想していたんですけれども、個人的にはですね、このゴミ捨て場の決戦めちゃくちゃ好きなんですよね。原作では33巻の292話の最後から37巻の325話に当たるんですけど、カラスノとネコマってめちゃくちゃ因縁があるんですよね。ずっとカラスノはネコマに勝てていなかったんですよ、うん、でも公式戦でネコマとね、カラスノが戦うためにはお互いが全国に出なきゃダメなんですよね。カラスノは宮城、ネコマは東京なんで、この2校の公式戦っていうのはなかなか実現しなかったわけです。だからこのですね、学校同士の因縁、ここ注目ポイントです。あと加えてですね、このキャラクター、ここも重要です。やっぱりね、外せないのは翔陽と研磨ですよ。前にカラスノがね、練習試合ネコマに負けた時に翔陽が研磨にね、今日は勝ってどう思ったっていう風に聞いたんですよ。そしたら研磨は普通かなっていう風に言うんですね。研磨にとっては携帯ゲームと同じ、バレーはただの暇つぶしだったんです。自分に勝った相手がそんなこと言ったらたまったもんじゃないですよね。なんで日向はこうやって研磨に言うわけです。絶対必死にさせて俺たちが勝って、そんで楽しかったとか悔しかったとか別に以外のことを言わせるからなっていうふうに言うわけです。研磨はこの試合で感動するのか、別に以外のことを言うのか、バレーを心の底から面白いと思うのか、ここがねめちゃくちゃ注目ポイントです。やっぱり研磨の成長ストーリー、これがね、ネコマの試合のめっちゃ重要なポイントだと思うので、ぜひここ注目してみてくださいというところで、今回はこんな感じで、ではまた。